何？いいか？あ、どうよ。あ、おや？そのぐらいにした方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつで？なんだと？そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだが、雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだが、とはいえ私の背中は預けないのな。まあいい、お前も戦いが好きならここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。おお、よく来たな。お前も今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人馳せ参じてきてくれたか。よく来てくれた、歓迎する。俺たちと共に主膳を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世、藤森主膳を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうかしっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森主膳を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。この世の何もかも全て燃えてしまえばいい。お前も信氏どもも主膳も、その家臣も、そしてこの私さえ、藤森主膳、あの男の首さえ取ればこの世に何の未練もない。おい、
さすがだ。どうだ？さあ抜け。さすがだな。おお。おお。どうだ？さあ抜け。さすがだな。おお。おお。どうだ？
さあ抜け。さすがだな。侍は皆同じだ。違いなどない。いつせか。何が言いたい？お前たちも主膳たちも根っこは同じだと言っている。どこがだ？俺たちには桜井家復興という大義が。大義？ただの主導権争いだろ。皆自分の都合で戦っているだけ。巻き込まれている民人はいい迷惑だ。私は修繕を倒すためにお前たちに協力する。大義とやらのためじゃない。みんな思惑があって集っているんだ。おかしな自負は捨てた方がいい。惨めになるだけだからな。違う。俺は修繕によって苦しむ人々だって救いたいんだ。主君に忠義を尽くし民を救う、それが真の侍というものだろ。ユーマ、お前の言うのが本当の侍なら今の私たちは何なのだろうな。そう、侍もどきというところか。侍もどきが3人、ゾッとしないな。帰らせてもらおう。いいか、
主膳は私の両親と兄弟たちの仇。ただ畑を耕して暮らしていただけなのに、夫もお母も、やっと5つになった弟も、生まれたばかりの妹も、みんなあいつに。私はただ戦って戦って戦い抜いて、必ず主膳の首を取る。それだけだ。お前にこの話を聞いてもらいたかった。どうしてだろう。多分お前と私は似ているんだ。どこかな。殿、信長軍が。ついに動いたか。は、義州高富、義州大淀ともにわずか3日しか持たなかったそうです。義州三国のうち高富、大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中。どうされます殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば、心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても、孝子の憂いを消し去るのだ。来てくれると思っていた。今この機を逃せば、この手で主膳の首を上げる機会はなくなるかもしれん。私が狙うは主膳の首ただ一つ。たとえ信長であろうとも、奴の首を取らせてなるものか。私は天名城へ切り込む。元より七であることは覚悟の上、それでも私は私の意地を通したい。死ぬことで貫けるせいもあるはずだ。お前はどうする。そうか。ならば互いの最後を見届け合おう。お前となら私は、初めて会った時からお前はどこか私に似ていると思っていた。もっと別の時代、別の出会い方なら、今とは違う生き方があるのかもしれない。でも今の私たちにはこれしか選べない。きっと不器用なのだろうな、私もお前も。では共に死にに行くとするか。狙うは主膳の首ただ一つ。待て、貴様ら何者だ。
うわ、一気に行くぞ。ここで手間取っていたら修繕までは届かない。敵襲だ。出会え。見つかったか。私の背中はお前に預ける。任せたぞ。クセ者だ。出会え。出乗れ、クセ者め。たった二人で何のつもりか。城内が騒がしいと思って来てみれば、なかなか面白い舞を待っている者がいるではないか。藤森修繕。それにしてたった2匹のアリにここまで攻め込まれるとは我が兵の不甲斐ないことよ。お前たちには見込みがある。どうだ、わしの配下とならんか。黙れ。私はお前を殺すために今まで生きてきたんだ。復讐だと、つまらん。後ろばかり見ている者がこのわしを倒せると思うか。Yeah!
わしを倒すとは。おっと、おくん、やったよ。これで終わりではないぞ。どうだ、信長、黙ってはおるまい。お前は戦い続けねばならん。わしの代わりにな。名も知れぬ二人の信氏の襲撃により藤森主膳は倒れた。時が過ぎ、この地の古老が語る説話がある。燃え盛る天名城の上を2羽の白鷺が舞い、そして全てが怪人に帰した後、白鷺たちは明けの明星へと消えていったと。それが自らの命と引き換えに思いを遂げた信氏たちの姿であったか。その問いに答える者は今はもう誰もいない。